ナビスコカップで決勝に進出して、はい、ホーミョンモン退場があの優勝を導いたって、うん、で2005年5チームがこう最終節まで優勝の可能性がある中でこう大混戦だったじゃないですか。その前の週で負けた時の練習始めの時に優勝できるよって、もうアジア王者として臨んだクラブワールドカップマンチェスターユナイテッド、自分たちのもう持ってるもの全部出し切る、そして97年、バルセロナの研修ですか、見に行ってきて、コーチ留学から帰ってきて、はい、でレイソルのヘッドコーチに就任。そうですね、ニカノール監督の下で、で翌年の98年に監督に就任されるわけですね、はい、これ就任のきっかけといいますか、ニカノールと、まあ、2年ヘッドコーチでやってくれっていう、うん、まあ、契約をもらって、はい、ニカノールから帝王学を学べるなって思って、はい、で1年経ったら成績もそう悪くはなかったと思うんだけれども、はい、まあ、クラブがまあ英断というか、はい、で突然、突然でした。監督とヘッドコーチ、まあ、役割違うじゃないですか。このヘッドコーチの1年ってどんなんだったんですか。あ、でもやっぱり新鮮は新鮮でした。あのクラブの1年目、うん、でもうデイリーで選手と向き合って、うん、はい、コーチだけれどもチーム作りにの仕事してる。で、うん、ニカノールの背中を見て、うん、こうやっぱり違う感覚をもらったりして、うん、全く自分とすれば違和感なくというか、逆にまた違うクラブの位置から指導力をつけようみたいな感じ、うん、代表監督とクラブの監督のこう一番の違いって何ですか。いや、毎日選手と接することができるでしょう、はい、うん、これ指導の根本だと思うのね、うんうんうん、あの代表ってやっぱりスポットで集めて成果出さなきゃいけない、はい、うん、成長育成よりもなんか強化がやっぱりすごい求められる、うん、まあ、クラブも成果を求められるんだけれども、はい、やっぱり毎日やっぱり選手と接することの中で選手が調子悪いっていうのを感じて、はい、その中で指導力が活かせるっていう意味では、うん、自分はそっちのタイプかなって思って。そして99年、はい、ナビスコカップで決勝に進出して、はい、鹿島と対戦するじゃないですか、はい、まあ、PK 戦までもつれると思うんですけれども、うん、まあ、クラブそして自身初のタイトル、うん、初めてこうタイトルを獲得した時の心境いかがでしたか。クラブのカップ戦といえども、うん、はい、てっぺんじゃないですか、はい、なんかそれはやっぱり思い出しますよね。うーん、だけど あの試合はね、本当にホーミョンボっていう選手がチームの中心なんだよね、はいはい、でナビスコカップこうホームアンドアウェーでこうずっと戦ってきて、で準決勝でそれまでレイソルが戦ってきた選手たち、若い選手たちが中心なんだけども、はいはい、突然あの準決勝になったら、はい、おっとなしくなっちゃったの。それまで本当にタフにアグレッシブにやってた、はい、で勝ち上がってきて準決勝、はい、1戦目グランパスとの準決勝だったんだけど、うん、はい、アウェーで 2-0 で勝って、はい、でホーム第2戦、はいはい、有利アドバンテージもらってるんだけども、はい、全くなんかファイトしない選手たちが、はい、自分もびっくりするんだけど、はいはいはい、で前半20分で、はい、まあ、平野がなんか2発食らって、はい、同点に追いつかれちゃったの、はい、それでハーフタイムって言った時にホーミョンボがお前ら決勝行きたいからファールしないんだろうって言うわけよ、はい、イエロー積もっちゃってるから、そこで一発やっちゃうと、あ、出れないからファイナル、はい、進んだとしてもあのプレーできないから、うん、それでホーミョンボがズバーンってもうやり始めて、はい、あいつ結局試合出れないんだよ、ファイナル、このぐらいやんなきゃダメなんだっていうのを示してからその後半立ち直って、まあ、延長で勝つんだけど、はい、ホーミョンボの退場があの優勝を導いたという、うん、やっぱそういうベテラン選手って監督からすると心強いんですか、どうなんですか。彼もすごいスキルな選手だから、うん、激しいってことはそうないんだけども、はい、やっぱり行くところはあのしっかりプレーしなきゃダメだっていう、うん、それを見本で見せてくれたりして、うん、若い選手たちが本当に
影響を受けてっていう。そして2000年セカンドステージで鹿島と優勝争いまたするんですよね。ポイントではあのトップなんだよ。あ、ポイントではトップなんですね。セカンド2位、なるほどなるほど。でも総合ポイントではレースがトップなんだ。あー、なるほど。で、ワンシーズン制だったら優勝してた。優勝してたんですね。でもその年に J リーグ最優秀監督。そうだから、やっぱそういうのポイントポイント総合ポイントで、まあ、そして2000年には一番ポイント取った中で2001シーズンファーストステージ終了後にそう成績不振で解任されてしまうと。契約更新のと2年2年やって、はい、で何年でもいいぞっていうことを久米 GM は言ってきて、はいはいはい、自分はやっぱり3年か2年で契約させてもらいたいっていうのを彼に言って、はいはい、でも何年でもいいぞっていう感じで、はい、タクシーでこうなんかでまさかなのよ自分とすれば、はい、ファーストステージ終わって、はい、セカンド、まあ、6位で終わったのね、はい、全体ミーティングがあるんで、うん、選手もミーティングルーム入れて、はい、行く時にあのクラブから呼ばれて、はい、いやいやあのミーティング終わってからにしてくれって言ったのね、はい、そしたらいやいや今来てくれってそこで言われたの突然。え、本当にもう寝耳水どころかこれから行くぞみたいな、セカンド巻き返すぞみたいな感じで思っていたら、そういう感じだったんで、理由聞くのもなんかもうバカらしいではないけど、なんか6位ですもんね。そうそうそう、言ってもまあちょっとつまずいたのは確かにあるんだけど、はいはい、十分巻き返せる感じはあったんで、はいはい、でもその後ですよ、ここからもう西野監督の時代がさらにスピードアップしていくじゃないですか。忘れもしない2001年、はい、9月10月ぐらいに J リーグ見てたら関西でなんかすごいタレントが若い選手がたくさんいる、いいなんか面白いな、はい、頑張って面白いなとかって思ってて、はい、って言ったら、はい、数日後に自分の電話にガンバから電話あって、で何かガンバの GM から電話あって、はい、あ興味ありますって話聞いて異国の関西に自分とすれば初めて、はい、単身で、はい、2002年3年4年成績って3位、9位、9位で3位かな、また戻したのかな。10年間でトップ3 8回だから、おあと1回は ACL 優勝した時に8位とかあるけど。で2005年5チームがこう最終節まで優勝の可能性がある中でこう大混戦だったじゃないですか。4節前までもうダントツだったんだよ。あ、そうでしたっけ。3連敗しちゃった。その時焦りました。焦るというか、もう優勝4、5試合前にもう決まっててもおかしくなかったのが。そうですよね。そう、これ最終節の時あれフロンターレで轟きですよね。うん、アウェーだしね。どんなことを考えてました。その前の週で負けた時の練習始めの時に優勝できるよって、もうそれは根拠はないんですよね。ないよね、もちろんね自力がないんだもん。自力じゃないんだ。そうですよね。それって選手たちの心境を考えたりした時にそういう言葉がいいんじゃないかっていうようなポロって出てくるんですか。いやでも選手はそれを信じ、その言葉を信じてる顔ではないよね。やっぱりもう落胆して首位陥落しちゃって勝ったってって思う気持ちの方が多分重かったと思うんだけど、監督の顔見るじゃん、まず見ますね選手、はい、その勝負だと思う。はあ、まあでも優勝こう決まるじゃないですか。その時はまあ他会場の結果も見なきゃいけなかった。見てない俺は。あ、見てないですか。俺はあのどんな試合でも他会場って気にしない。まあロシアの時もそうだけど、他会場気にしなかった、でも 言われると言われたらそれはね、はいはいはい、でも90分過ぎても何も言ってない、シーンとしてる、はい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 、そロスタイムであの FC があの言ったから、はいはい、ロスタイムでこのままいけば優勝です。あ、
これやっぱり嬉しかったですよね。その前にカップ戦は取ってるけども、うん、理由ってやっぱりね、はい、それはそれは重みが違いますよね。違いますよね。まあ、Jリーグ開幕以降、まあ、タイトルと無縁だったわけじゃないですか、ガンバ大阪。そうだね。優勝に導けた要因とかってあるんですか？クラブでの仕事って、うん、レースもそうなんだけど、まあ、注意からちょっとしたレースも、はい、ここのチームを、まあ、B クラス、うん、B クラスに持っていく、そういう仕事をしたいなと思ってる中で、一つタイトル取ると、うん、ガラッとこう変わるっていうところも、うん、ガンバそこからすごく変わって、やっぱりですよ、ね、何が変わったって、チームは外国籍もどんどん変わったり、はい、移籍しちゃったり、はい、どんどん変わる、はい、クラブがやっぱり魅力的なクラブにしなきゃいけないとか、うん、スタッフの意識も変わっていくよね、やっぱり。そういうのも大きいなと思いますよ。ブランド化していく上でも、やっぱり全員がやっぱりそういうプロ意識っていうかね、そういう集団でありたいなと思います。あの、なんか具体的に変えたこととかってあります？今までのガンバ大阪と西野さんが監督やられて。人が変わってもチームスタイルだとか、うん、コンセプトとか超攻撃的なサッカーを、うん、この選手がいなくなったからじゃあ違う守備的なとかっていうんではなくて、うん、まあ、そこはやっぱりブレないで、あのやりたいって思う。ガンバはそういうやり抜かなきゃいけないって自分で思ってた。なんかその前までってガンバってどういうチームって言われるとあんまり僕イメージないんですよ、うん、でも西野さん監督やられてからガンバってこういうチームだ、なんかスタイルみたいのが出来上がっていったような気がするんですよ。例えば後半20分ぐらいまで2対0で勝ってた、うん、常谷、あの山口聡なんかとも、はい、その辺よく言われるんだけど、はい、監督がなぜそこからあのセオリー通りあの守りきるとか、うん、勝ちきるスタイルを取らないんだって、うん、でも自分はそれじゃあガンバのスタイルって作れないと思ってるわけよ。そんな中残りじゃあ、ね、20分25分守りきって、はい、ディフェンダー投入して、はい、っていうのは勝てるかもしれないけども、うん、いやガンバのスタイルってやっぱり攻撃的から超攻撃的にな、そういうスタイルを構築していきたいんだ、うん、だからフォワードの選手をフレッシュなのをどんどん入れて、はい、終わってみたら4対2とか、うん、5対3とか、うん、でもディフェンダー陣からすればゼロで抑えたいとか、はい、いやそれは究極に求めるよ俺も、うん、決してあのディフェンスをおろそかにして攻撃しようって言ってるわけじゃなくて、うんうんうん、やっぱりそういう中で常に意識は攻撃も捨てるなっていう、うん、でそれやりきらないとスタイルってできないよっていう、だリスクはあるんだけど、 そこに気づいたら、うん、やらないかもしれないんだけど、はい、そうじゃなくて自分たちのやっぱりそういうスタイルを求めることに関しては理解させつつ、うん、アクションをさせる。うん、あの2007年ナビスコカップでこう優勝されますよね。初のにクラブで、まあ、優勝を達成した監督ですよね、ナビスコカップ、うん、でさらに史上初の J1 通算150勝達成、2008年 ACL 優勝、うん、アジア王者として臨んだクラブワールドカップマンチェスターユナイテッド、うん、僕は2007年にクラブワールドカップに出ましたけれども、うん、我々が戦った AC ミランとの試合と2008年ガンバがクラブワールドカップでマンチェスターユナイテッドと対戦した試合って同じ準決勝ですけどスタイルが全く違うじゃないですか。ここにガンバ大阪のスタイルが僕はあるなと思ったんですけど、それは2007年にねレッツが優勝してだよ、はい、クラブワールドカップ出てるのを、はい、それは憧れで見てるよね、はい、もちろん。でも8年に臨んだ時に、はい、まあ、取れて、はい、レッツの戦い方じゃない形で、はい、優勝したいとか、はい、クラブワールドカップ行っても、はい、やっぱりアグレッシブにこう、はい、なんかこう自分たちのもう持ってるのを全部出し切る、はい、まあ、そのアクションだアグレッシブだっていうその前向きなメッセージしか、うん、はい、もうレッツと対比して、はい、落とし込んでったんで、
オフィシャルには言ってないよ、はい、もうああいう戦い方じゃなくて、はい、みたいな感じで、はい、ものすごく強烈に、はい、あの鼓舞してたのはある、ね、まあいろんなスタイルがある中でもそうそうそうやっぱ頑張ってマンチェスターユナイテッド相手にもこうやって戦うんだって思いましたもん、うん、僕ら戦えるっていうことを思わせなきゃいけないし、うん、じゃ違うことをやったらガンバじゃないぞっていうぐらい確立したスタイルって攻撃的なところでは あったし見せようっていう見せたいっていうのがまあ披露できたのは良かったかもしれないですね、うん、その後天皇杯も優勝したりもう国内三大タイトルも全て取ったんですよねガンバ大阪 でもリーグはあの一度しか取ってないんだもうあの柏、ガンバ、神戸、名古屋、うん、歴代最多の J1 通算270勝、うん、チームを勝たせる大事なものって何ですか一番大切なものでも勝負って、はい、本当にあの山の水が太平洋に落ちるか日本海に落ちるかってもうこう紙一重 の、はい、の引きが、はいあると思うのね、はい、勝負でもだそのリスクを取るか取らないかだと思うのねうーんいろんななんかこう要素が入ってきて、はい、試合を動かすのも、うん、起用だとか戦術戦略的なところとか、はい、やっぱそういうリスクを、まあ、プロってやっぱりそういう連続、うんうん、だから、はい、それに対して、まあ、果敢になんか経験値とか生かしながらパンってなんか取っていけることができる、うん、動けるかどうかだと思うんだけど自分の中ではねそしてあの2016年に日本サッカー協会の理事に就任されて監督という現場からサッカー協会に入られましたよねこれ理由はあったんですかあの2018年の4月ハリーホジッチ監督、まあ、解任に晴天の霹靂的ではないけどあの前回大会で敗れているこう相手との対戦だったじゃないですかコロンビア、うん、日本のサッカーって、うん、小国じゃないっていうところ、うん、それだけはやっぱり伝えたあの3戦目のポーランド戦 0-1 からこうパスを回していくといや負けてんだから、はいはいはい、行くべき、ねうん、っていう自分がいるはずなんだけど、はい、あの時だけは何か知らないけど、はい、降りてきて